はい、皆さんこんばんは。今日の血圧です。ということで、今回お話しする映画は1980年の日活ロマンポルノ、レイプハンター狙われた女になります。この映画は沢田幸宏監督の日活ロマンポルノ最後の作品になり、最後ということで友情出演があります。なんと松田優作さんが友情出演しています。沢田幸宏監督といえば、日活がポルノ路線に変革するときに一時テレビドラマの方向にシフトした監督組になりますが、そんな沢田監督が石原プロの仕事につき、太陽にほえろでは1972年の放映初期から携わり、東風系テレビドラマではあるが全718話中34話と日活の監督では最多の演出であり、続く東方系ドラマ俺たちの勲章では全19話中最多の5話を監督として演出しています。太陽に吠えろ俺たちの勲章といえば、松田優作さんとの絡みも多いことが伺えるのと、他にも大都会パート2や探偵物語なども監督として演出したことは知られていると思います。特に太陽に吠えろではデビュー当時の松田優作さんとの親交があったものと推測できて、その後の松田優作さんの初主演映画あわよ断ち子では日活作品でもあり監督されてもいますし、同年の児童映画友達には沢田監督自ら頼んで松田優作さんに出演していただいたとのことです。日活が児童映画をロマンポルノと同時期に作っていたことは当時は知りませんでしたので驚きもしました。また今回の友情出演は松田優作さんはノンクレジットの登場なので、二人の親密さも伺えますし、登場場面では白塗りの異様な雰囲気の正捕勧誘員、目つきの異様さなどはどことなく野獣しすべしの伊達邦彦の一面を思い出します。野獣しすべしが1980年ということもあり、少しイメージしていたのかもしれませんね。沢田幸宏監督は探偵物語の演出を多くこなしていることもあり、サラ金の取り立て屋としては探偵物語でおなじみの松本刑事役の山西道弘さんや、骨董屋の店主として武器の調達などに関わる飯塚役の清水博さんが演じたりもしていて、当時の松田優作作品、特に探偵物語を知る人には楽しめる配役でもあります。そんな客演も楽しい日活ロマンポルノ作品ではあるんですが、ストーリーの満足度的には不評でもあるんですね。そのことについての個人的意見は後で語りたいと思います。では個人的ストーリー解説はこんな感じになります。引用も含んで、駅のホームで待ち合わせをしている中原冬子、電車の発車時間の知らせに登場する。同じ電車に登場する男の姿、男は座席指定の番号から冬子の席近くまで行くが、冬子を見て違和感を覚えて通り過ぎる。そこに遅れて姿を現した冬子の夫中原俊一の姿を見るや、隣席に腰を下ろす男、俊一にいきなり刃物を突きつけてがなり立てる。男の名前は宮川治という。座席指定に自身の女が男との相引きを企てていて、その座席番号に登場した俊一に殺意をむき出しにしている。しかしそれが夫婦であり、人違いと分かると席を後にして次の駅で降車する。あまりの出来事に車掌に訴えようとする俊一、しかしそれを止める冬子、二人は俊一の母親に流産の知らせに向かうところであった。その夜俊一は冬子を気遣うも営むが、流産後の不安を抱える冬子に産婦人科の検査を進める。翌日産婦人科に向かうが、なんと吸引日である。少しホッとする。冬子はその後で元同僚の北村京子と待ち合わせをして食事の約束をしていた。しかし京子の低層観念を探るべく、婚約者が探偵に後をつけさせていることに気づくと、その依頼人の婚約者を呼び出し、逆に婚約者の低層観念を試すいたずらをする。婚約者はいたずらに不備をせずに京子と冬子と共に街中に出ていく。3人は途中で探偵を待ち伏せして驚かす。愕然とする探偵を尻目に近隣のバーに繰り出す3人に探偵も付き添う。低層関連の調査をしていた探偵はからかわれてあまりのことに怒り出すが、飲酒が入り陽気にもなる。そのバーで冬子は思わぬ出会いをする。電車内で刃物を突きつけてきた男、宮川治との出会いである。その場は目を合わせただけで立ち去る冬子だが、冬子のマンションまで後をつけて探る宮川治の姿が見える。酔いつぶれた冬子を迎え、解放がてら営む俊一、仕事をサボって後をつけた治が勤め先の運送会社に連絡をすると、警察の調査が入り前科があることがバレてしまい解雇されてしまう。逆恨みもあり、翌日冬子の口止めとともに肉体に襲いかかる治。欲望の行為にて口止めとともに念のため冬子の内ももに名前を入れ墨する。おさむの文字が内ももに。それを見た冬子は形相を変えて近くにあるアイロンをももに当てて入れ墨を焼き消す。その行動と形相に驚愕するもマンションを後にするおさむ。その夜帰宅した夫俊一に営みを求められるが、医者に止められていると嘘をつく冬子。3ヶ月後妊娠してしまった冬子は俊一と一緒に義母に妊娠報告をする。帰りの電車を降りた冬子
は仕事場に戻るという俊一と別れて、おさむを見かけたバーに電話連絡をすると、店のマスターガンが電話口にて対応する。帰宅せずに直接バーに向かう冬子。冬子の妊娠はおさむの子の可能性が高い。そのバーではおさむの丈夫明美が覚醒剤の入手でガンと少し揉めてしまうが、不意のもつれから明美とガンは肉体関係を持ってしまう。そこに起点したおさむ、その後冬子も姿を見せる。冬子、おさむ、ガン、明美が店にて対面。そこで明美の覚醒剤中毒の悪化が露見する。そんな時、おさむの収入ではかばいきれない額の借金を抱えた明美のもとにサラ金の取り立てが現れる。風呂に沈める算段をする取り立て屋に腹を立てたガンがフォークを手に襲いかかるも、サラ金業者に返り討ちにされてしまう。挙句借金のたに慰謝料まで請求される羽目になるおさむ、明美、ガン、そして保証人として無理やり巻き込まれてしまう冬子にもサラ金の返済請求がなされる。平穏な生活に戻れなくなってしまう冬子を誘い、おさむは金の工面をする算段を企てる。だがその行く手には破滅に向かうような逃避行しか待っていないようだ。冬子の日常はどうなるのか、おさむ、明美、ガンの日常はという感じのラストはアメリカンニューシネマをホーストさせる展開になっていくのだが、そこに行くまでの流れにストーリーに対する低評価がなされてしまいます。この映画の一番の不評の原因は、なぜ危険な方向に向かうのかが心情的に理解できない点である。物語を整理すると行動原則はわかるのだが、なかなか中盤の人間関係がうまく描かれていないようで、感情移入が出演者たちにできない点である。おさむと冬子が出会うことで負の連鎖が生まれていくのは落ちていく過程としてわかるのだが、ガンの行き当たり的行動や明美が魅力的には見えないのに、なぜあそこまで男を惑わすのかが描ききれていないと思える。深読みするとおさむに刺し傷を負わされた時に覚醒剤で和らげて中毒になってしまったと取れるが、その前がいい女だったとは明美からは思えないのだ。そんな女だからこそおさむは冬子に乗り換えようとしているのだが、おさむの感情にも共感が持てない。沢田監督の映画では女性の魅力が今一つな感じと、濡れ場のエルソも淡白なところが致命的に見える。中盤の冬子の桃を焼くシーンや後半の冬子のバイオレンス感は非常にいい感じであるのが余計に惜しく思える。なので中盤のうまくいかないところに極物的に登場する正捕勧誘員松田優作が何とも不思議にその異様さからストーリーの方向性をまとめていく。こっからの展開はなかなか面白く見応えがあるので、不思議なくらい存在感と雰囲気がいかに大事かが伺えるのだ。この時の松田優作さんのセリフはアドリブで演じているとのことで、この時期のドラマ探偵物語の演じ方と同等の雰囲気でもあるが、計算の上に成り立った演技でもあると思える。探偵物語や野獣しすべし、遊戯シリーズで監督した村川徹さんは、脚本はあるきっかけであってそれが全てではないとも松田優作さんの演出で語られている。これは骨組みをもとに再構築する演技演出技法と思えるのが非常に興味深い。この出演シーンからは各役者がアメリカンニューシネマの住人のように終盤に向かい進んでいくのだが、惜しいのは正捕勧誘員が登場するまでの人間関係の描き方に難がある点である。落ちていく人の行動には感情移入できない違和感があり、リアルにはこんなものなのかもしれないのだが、行き当たり的で魅力に乏しいと思えてならない。仮にこのストーリーを松田優作さんがおさむ役として演じていたらどうだったろうかと考えた。もちろん林豊さんが悪い役者ではなく名優ではあるのだが、松田優作さんの計算したアドリブが効いた演技が随所に見えるとしたら、かなり違う印象になり、後半の岡本博美演じる冬子の銃撃シーンでの乾いた感じが生きてくるように個人的には思えた。希望をなくした後に自暴自棄な冬子のセリフ、私の光を取らないでがいいセリフなので、ストーリーの概要だけを追うと面白い話で、惜しいとも思えてならない。また何度か見直すと個々の心情を記憶の上塗りが補い面白く見えるのだが、第一印象で見ると補完できないのは欠落点である。そんな岡本博美さんが探偵物語の最終話にも出ているので、あの最終話の笑いすらない淡々としたドラマ運びが浮かんでしまい見比べてしまうのだ。比べる術はないのだが、私が日活ロマンポルノを見る以前のテレビドラマを見ていた頃の個性的な役者が後々日活ロマンポルの出演者たちだと知るのは本当に後になってからで、レイプハンター狙われた女の出演者のほぼ全てが何らかの役柄で探偵物語に出演しているのも興味深く、この頃のテレビドラマの演出が個人的には記憶に馴染んでいたからなのかとも思います。
松田優作さんはかなり影響を受けた世代でもあり、特に探偵物語と同時代に作られた映画にはそんな思いも出てしまいました。そんなところから松田優作さんがこの映画に出た後のインタビューでこんなことを語られていたのが印象的で、スタッフやキャストに対する戦友的な思いも感じました。松田優作さんの言葉はこんな感じです。沢田幸宏監督のハードポルノタッチのニューアクション映画に前から心酔していた。ポルノでもいい作品でしたら別に抵抗は感じない、シャレで出ました、しかし日活の現場の雰囲気はいいですね、とのことです。この頃の主演映画野獣しすべしの撮影がなければ、ひょっとしたら主演級で出演したのではないかと考えてしまいます。1979年公開の映画では沢田幸宏監督の俺たちに墓はないにも主演しているので余計に無双してしまいました。松田優作さんが主演のロマンポルノがあるようならぜひ沢田幸宏監督、脚本を長谷川和彦さんで見てみたいとも考えてもみましたね。おそらく松田優作さんが挙げたハードポルノタッチのニューアクションというのは濡れた荒野を走れではないかと思いますので、次回は沢田幸宏監督の初期真骨頂作品で脚本が長谷川和彦さんの日活ロマンポルノ濡れた荒野を走れについて語りたいと思いますね。映画は心の処方箋、ご評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。